こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は1975年から1983年まで存在したジョイランドタルマイの現在の様子でございます。ご覧ください。ジョイランドタルマイとはどんな施設だったんでしょうか ?1975 年、苫小牧温泉ジョイランドタルマイとしてオープン。1977年、別荘やアスレチックなどの施設が増設されます。 そして1979年、ライオン、シロクマ、ヤギ、羊、サルなどを飼育し、北海道野生動物公園となります。 1978年の上空写真でございます。温泉施設が最初に作られ、真ん中にどっしりとあります。そして崖があるんですが、この崖に沿うような形で別荘が存在します。そしてその後に動物飼育のための檻が作られるんですが、この上空写真ではまだ作られていない状態です。 それではジョイランドタルマへ行ってみましょう。現在は道がガタガタでほとんど自然に帰っている状態なので、まず車で行くことはできません。私は走って行きました。行く道にこのような高級車なんかも放置されていました。 なんとなく事件の雰囲気がありますよね。これは噂話なんですけれども、殺人事件があり、死体遺があったという話があります。そしてその殺害された人のお霊魂が出るという心霊スポットでもあります。 このあたりも太陽光パネルがたくさんあります。私個人としては放置車両よりも太陽光パネルの方が恐ろしい。劣化して買い換えるお金ありますか将来的に廃棄するお金ちゃんとありますかちゃんと投機廃棄してくれますかそういう心配の方が恐ろしいです。現役時代は車で通れたんでしょうけれども、現在はもう道の形もなく自然に帰っていて、車で来ることはもう とてもできません。ただ、人とすれ違いました。散策路として使っている地元の人もいるようです。ご覧のようにライトも破損していてそのままの状態でございます。ご覧のように相当錆びて腐食していて、いつ倒れてもおかしくない、そういう状態でございます。 正面に建物がいくつか見えますが、これが別荘だと思われます。現在もぺしっと割と立っているなという印象ですね。1975年に温泉が先にオープンし、1977年に別荘がオープンしたということなんですけれども、温泉に入ってからこの別荘で宿泊したっていう人もね、たくさんいたのではないでしょうか。 このたりでも人とすれ違いました何しに来てんだろうなぁと思ったんですけれどもこの旧ジョイランド樽前を抜ける道があるんですよねなので本当に散策として地元の人たちが歩くだけ歩いてるんだなぁという印象でございます。 道の右側にゴルフ場があるんですけれども、今現在はね、人影、まあ、全くないんですけれども、えっと、ゴルフ場関連の人たちとか、あとは太陽光パネルの、まあ、メンテナンスしてる人とかがね、通ってる道なのかなと思って歩いております。 この道なんかもボコボコですけれども、これはもう1975年のオープンの頃からある道なんじゃないかなと思っております。じゃないとね、こんな、こんな盛り上がって、こんな草とか生えてきませんからね。コーンとくぼんでますけれども、もともとは平らだったのかもしれない。何らかの用地だったんでしょうね、きっと。駐車場か駐車場だったらもうちょっと線とかありそうですけれどもね。 現在、私が立っているところがこの矢印あたりだと思うんですけれども駐車場があったのかアスファルトの道があったのかなとかねそれぐらいまでしか分かりませんでしたそしてあれはトイレか昭和のトイレでございます、このようにねなんかゴミが結構投げられてるんですけれどもこのゴミ自体、結構古い,古いんじゃないかなと思って見ております。 木製でできた何らかの設備が崩壊したものだと思われます。これ和式のトイレなんですけれども、ここまで丸い円錐の形のトイレってなかなか見かけないよなと思って見ていました。これはおそらく通路の部品の一部ではないでしょうか。 私の立ち位置、大体この真ん中あたりかなと思われます。かつては遊園地なんかもありまして、ミニ SL、ゴーカート、ゲームセンターなんかがありました。かなり広い施設ということになります。 同央圏にあるということでオープン当初はかなりにぎわっていたということなんですけれども1975年から1983年までとかなり短い期間の営業だったので知ってはいるけれども行ったことはないっていう人も結構いるのではないでしょうか。 正面にあるレンガ町の施設ですが、ステージのような高さの舞台があります。有名人の歌謡賞だとかヒーロー賞が行われたという記録があります。このジョイランドタルマイに似た名前でハイランドタルマイっていうね、施設があるんですけれども、そちらでも有名人の賞が行われていたということもあり、似てるので頭の中で混ざってる人が結構いるんじゃないかなと思います。 現在はスケボーの施設のような雰囲気がありますけれどもスケボーやってる人はいませんでした多分折りかなんかがあったのかなと思って見ていました 1979年に動物を飼育し出して、北海道野生動物公園という施設になったわけですが、猿、羊、シロクマ、ヤギ、いろんな動物がいたんですけれども、ことごとくこの施設の管理がずさんで、次々と動物が死んでいくんですね。マックスで80種類、約1000頭の動物がここにいました。 そんなに飼育して面倒を見れるのかよって思った方結構いると思うんですが実際に問題がたくさん起きました。1981年にライオン31頭中12頭が死亡しました。暖房がない状態で獣医もいなかったということで次々とライオンが痩せ細って死んでいったということがあります。 死んだライオン12頭のうち2頭は敷地内に埋められたんですが10頭はビニールシートをかぶせただけで放置されていたという記録も見つけました。 ライオン以外の動物も次々と死んでいきます。猿も10匹いたんですが、10匹とも死んでしまい、羊、白クマ、ヤギなども死亡しました。そして1983年に倒産し、電気も390万円も滞納し、それによって電気が止められて動物たちが死んだ、そういう記録もあります。 北海道の冬は本当に寒いですからね、暖房が使えないとなると、本当に苦しかったと思いますね。土台だけ残ってる感があります。そしてここが階段か階段ですね。なんかあそこに小屋がありまして、物置的な感じがします。これなんだろうね、この四角いブロック。施設があります。これ、レンガ、レンガ帳というかレンガですね。 そして、ああ、こっちの表側か。ステージかステージじゃない。踊り場的な感じでしょうね。もう腐敗してます。すごい廃墟集というか、独特な匂いもね、風を、あの、風が吹くと匂ってきます。窓がなくて、風通しが良かったということもあるんですけれども、そんなにひどい廃墟独特の匂いはありませんでした。このようにね、タンスだったり、 椅子なんかね、オブジェなんかも残っていました。温泉施設に入って、このまま泊まって、友達たちと語り明かした。そんなことをイメージしました。わあ、こちらもあ建物ですね。全部外から見ます。全部外からあ観察いたします。これね、もともと道だったのかもしれない、ここのとこね。あぁ、何らかのお施設があるんですけれども、なんだあれ。 レンガで囲った暖房みたいなやつかね。ああ、ここもなんか風で、なんかカビのようなね、ちょっと、匂いがします。床抜けてますからね、これ。床抜けております。やっぱりね、雪降るところ、かなりね、倒壊しますから、春先になると。これね、ほんと危ない。非常にわかりづらいんですけれども、わずかに道になってます。もうね、人が来なくて草が生えて、わかりづらくなってますけれども、 もう登山やってる人だったらわかると思うんですが、これかなりね、ここだけわずかに道があるっていう感じでございます。こっちにもね、ロッジ的なものがあるんですけれども、屋根の上は完全に草だらけ。こんなのもう崩れてますからね。間違えて踏んじゃったら、もう転落ですよ、転落。あ、煙突かな 煙突か煙突じゃないかなんだろう。これ、周りに建物があって、暖炉っつうのかな暖炉だけが残ってたっていう話だったら、ちょっと面白いですね。うわ、完全に、へしゃっとなっております。多分数年前とかだったら、もうちょっと建物らしい形だったんじゃないですかこのようにね、足元なんかも。屋根ですね、これね。屋根。あぶい危ない危ない。これは、 わやですわや。完全にべしゃっと行っちゃってます。まあ、ここも明らかに道があったところですね。こうすればわかるかな。少しだけ草が生えてない道があるんですね。なんか、滝の宿泊学習を思い出しました。滝の宿泊学習って言ってもね、札幌県の人しか多分通じないかな。なかなかすごいですね。 子供の椅子でございます。家族で来たんでしょうね。道が続いておりますお。この上から見下ろす感じ、かなり眺めはいいですよ。野鳥の声なんかも聞こえますから。これは嫌だ。これは間違って足を踏み入れてしまうとガチャガチャガチャンつって。 一個崩れると全て崩れる、そういうパターンかなと思いますけれども、いかがでしょうかうわなんだこりゃ。まあ、これでもね、全水器っていうのは予約取れないぐらいすごかったんじゃないですか 全開したロッジもあったんですけれども、かなり綺麗に残っているロッジもあります。温泉施設だったということなので、温泉は出るんでしょうから、こういう建物をリノベーションとかね、新しく建て替えて、再び温泉施設にするっていう風になったらね、ちょっと面白いかなと思って見ていました。 そんな感じで今回はジョイランドタルマイを見て回りましたここに似てる施設思い出しました札幌市南区にあるノースサファリ札幌ですね今はだいぶ改善されたと思うんですけれども昔はかなりずさんでしたあとひよことかうさぎいたんですけれども真夏のクソ暑い30度超えてるような日に直射日光が当たって日陰のないようなところで飼育していたりとか、えー、子供たちがねひよこを握りつぶしそうになったり 踏み潰しそうになったりとかね「あのこれ大丈夫ですか?」って言ったんですけれどもそこの社長が「大丈夫大丈夫」みたいなね軽いノリで応じ,た応じていたことを思い出しました。 私以外にもね、そういう管理で大丈夫ですかっていう声はたくさんあったのでね、知っている方も結構いるのではないでしょうか。まあ、そんなね、話を思い出しました。動物を扱うっていう施設とか仕事なのであれば、まあ、生き物ですからね、大事にしていただきたいなというふうに思いました。そんな感じで今回はジョイランドタルマイの現在でした。ありがとうございました。